シルベストロレーガはイタリアの画家である。フィレンツェの芸術家を中心とするマッキア派の画家の一人に位置づけられる。フォルリチゼーナ県のモディリアーナの豊かな家に生まれた。1843年にフィレンツェの美術学校に入学し、ポラストリーニに学び、ルイージ・ムッシーニの私塾の学生にもなった。 1848年から1849年の第一次イタリア独立戦争に、レーガはムッシーニと共に、ジュゼッペガリバルディの軍に義勇兵として参加するが、この戦いは共和国軍の敗北となった。この敗北の後、ムッシーニはパリに移り、レーガは美術学校に戻り、アントニオ・チゼリの画塾でも学んだ。1850年の作品で注目され、 1852年に展覧会で賞を得た。1850年代半ば、フィレンツェの芸術家たちの溜まり場であったカフェ・ミケランジョロに常に出入りするようになり、マッキア派を形成するジョバンニ・ファットーリア、テレマコ・シニョリーに、フランチェスコ・サベリオ・アルタムーララと友人になった。1850年代半ばからに、モディリアーナなどの教会の装飾画を描くようになり、 ロマン主義の影響も見られるようになり、1861年にフィレンチェで開かれた展覧会には、イタリア独立戦争の場面を描いた作品も出展したが、1861年以降は主に風景画や風俗画を明るい色調で描いた。1870年代に入り、結果こうわずらい、1972年に視力の急激な悪化のため、しばらくへの制作をやめるが、 1880年から再び描き始め、より印象派のスタイルに近づいた作品を描いた。1895年にフィレンツェで死去した。ありがとうございます。